では遊んでいきましょうか。今回はどこに行きますかね。今回はノバックのさらに先に進んでみましょうか。ここから前方が確かやばい場所だったような記憶がありますが、そちら行きますかね。まずはね、あれはなんだ、キャラバンか。ストーリーを進めても良いか、多少寄り道もしますかね。この先かな。で、一度もしかしたらシーザーリージョンと敵対することになるかもしれませんが、その後ね、今までの行いをなしにすることが一回だけできるんで、それを考えてね、シーザーリージョンともどんどん戦っていきましょう。道は一応ついてますね。ここはどこに繋がってんだ。なんかいるな。あ、NCR か。ここはそうか。あ、なんだ。あ、ネルソンに近づいてる。ネルソンは多分、シーザーリージョンがね、救ってるので、ブーンが気にしてるんですね。とりあえず乗り込もうと。よし、行こうか。奴らとちめるぞ。で、ここは NCR の検問所みたいな場所かな。誰が来た？誰が来た？誰だ？レンジャー見ろ。封鎖されている。私はタマちゃんだ。私のこと知らないのか。まだまだ、YouTuber として、名が低いな。ここで何が起きた？ネルソンで準備をした。しかし、リージョンが攻めてきた。私が奴らの仲間になったら、鉛玉をぶち込まれると。わかった。一人眠っている。お、これは、プラスチック爆弾。起爆装置。使えるのか？こっそり使ってみてもいいかもしれないが。まだ街は見えないが、この中左右に小屋がありませんでした？レンジャーのね。ちょっと寄ってみようかな。暗くてしかし、見えないかもしれない。誰がいる？誰だ？ナナキ様。こんな場所で一人か。あ、これは NCR の一人か。リージョンに捕まった。助けが必要だと。よし、任せろ。クエスト開始。この人は上から見張っていてくれると。私にやらせるんか。そういえば途中ちょっと拾い忘れていましたが、バックパック？リュックサック？重量が多くなるね。それを拾っていなかったので、今度見つけたらね、拾っていきたいですねって。リージョンいるね。まだ敵対化してないんじゃないかな。どうだろうな。地雷はなさそうだが。あ、敵対してる。やるしかないな。しかしこいつらはね、結構野蛮人ですから、ね。槍とか投げてくる可能性がある。銃は撃ってこない。早速、倒しましたね。コンパニオンが強いから。結構やってくれるな。レベルアップ。実は私はコンパニオンを連れていくプレイがあまり好きじゃないというか、ね、味方がやってしまうので。ただ結構ハードコアなバランスになってるようなので、どんどん連れていきましょうね。今回は。ガンを70まで上げた。なんかパーク覚えるんじゃないかな。スニークも上げていきますか。今回のパークは人がなし。毒消し。明かりをつけてるので、やっぱり発見が早いかもしれませんね。ここは、どっちだ道は。途切れているじゃないか。こっちか目標は。川。川沿いを進んでみるか。この川は、危険な川ですね。この川を挟んで向こう側が、シーザーリージョンがね、制覇してる土地。あとさらに途中には、デスクローがうよいよしていたりしますね。おお、骨、あったあったあった、骨が、出血ダメージ。まさかの罠。これはなんだ？何か、崩れてるぞ？特に何でもないのか、これは。埋められてるような、そんな感じですね。あ、こんなとこにあった。これはちょっとわかりにくいな、暗いとね。ここが入り口か。お、紙かな、これは。くぼんだ岩。
何も入っていない。これなんだ。弾薬か。もらっていこう。じゃあ入ってみようかな。侵入開始。味方来てるか？コンション。もう見つかった？何も見えないけど、突っ込んできてる。何も見えないか。あーっと、やってくれた。ブーンは来てるが、ED は来てないかな？ま、いっか。後で会えるでしょうね。いろいろもらっていこう。あれは、ああ、近い近い近い。うわあ、近い近い近い。あれとタイムで。まだ一体。ちょっと見えない。見えないけど撃つ。あ、ED いる。あ、なぜか前から ED が。これはすごいな。なった。ああ、こいつも敵だ。よし、倒した。危ない。ああ、また来たぞ。バレットタイム。いっぱいあるけど、弾発射。ブーにぶつかる。まだいいか？焦げてる。バレットタイム解除。コーションで、もろもろクリア。新手来たー。どんどん消える。倒したか？肉に水。物資は重要だ。ここはちょっとした洞窟ですね。毒死。こんなところに捕まっているのか？シーザーリージョンに見つかったらね、もう殺されてしまうみたいな。そんな印象がありますけど、ね、まだ生き残ってるとは思えない。道が二つに分かれてるかな、これ。こっちに行ってみるか。何も見えないぞ。バッツにも反応はない。キノコが結構生えてますね。いる。バッツやるか。あれっと。あんまり聞いてない。全然聞いてない。どこだ？何も見えない。完全に待ただけど、私は。どこだ？バレットタイム。腰打つ。頭狙いたい、可能であるならば。倒したぞ。まだいるかな。よし、倒した。やったね。ちょっと食べますか？ライフも減ってるし。バラモンステーキを食べよう。ここは扉。ゲート。しかし、開けられない。犬か。バレットタイム。あー、当たらん。全然当たらん。来てる。多分来てる。見えないけど。いや、つぼ。ほら。あ、まだ当たんねえな。あ、なんか、名前好き。ボスっぽいぞ、こいつ。シーザーリージョンのボスは強いぞ。倒こえる。いいな、倒した？まだいるね、ボスが、多分。神兵が現れた。しかし、よく見えない。お、いいね、いいね。ボスは倒したっぽいな。犬の毛皮。なんか使えんのかな、これは。これも閉まってますね。中はどうなってるんだ？まだいる。犬か。バレットタイム発動。あらら。撃つ前にやってくれた。これが、酒のボスかな。鍵。デカヌスヘルメット。多分頭を装備すれば、頭のダメージが受けにくくなるのかな。これなんだ？ピープルズライフル。なかなか強く見えますね。308なんか。重量はまだ余裕があるから持っていこう。鍵を手に入れたので、開けられるかな？開けられますね。なんだここは？汚染物資か？ブラスナックル。なかなか価値のあるナックルだ。値段が高いぞ。武器庫ですかね、ここはね。地雷がある。フード。このフードどうかな？似合うかな？試しに装備してみるか。暗くて見えないかもしれないが。どうだ？ちょっとわかんないけど。まあ、悪くはないんじゃないか？これで行ってみるか。こちらも開ける。ここには。さらに弾薬かな？ブリキ缶。10ミリだ。
コーヒーバッグ。あ、ドクターバッグ。やった。これは嬉しい。ぬかコーラ。スーパースティンパック。ボクシングタイムズ。雑誌か。おいねいね。スーパースティンパックがいっぱいある。水。左に行ってみるか、まずは。なんだこれ。岩か。どうなってんだ、これ。汚染物質が。真ん中に転がってる？ぐるっと回ってはみますが。何かあるようには見えない。こちらは鍵があるだけで、これ以上何もないのかな。はじめの方でね、道が分かれていましたが。そちら行ってみましょう。誰もいない。何かありそうだな。扉。開ける。開いた。早速、救助者発見。大丈夫か？今助けてやろう。縄ほどく。すると、一目散に逃げていく。中には水が用意されてる。なかなか親切だな。捕虜に食事をやるとはね。さらにこちらも扉か。ここにも人が捕まっている。あ、このフードかっこいいです。中二病フード。縄ほどく。二人目かな？これじゃいないんですかね。食べ物回収。さらに、ドクターバッグ。助かるね。ここはこれでクリアっぽいね。戻りますか。こちらに報告する。君の友人は無事だ。仕事をしてるなら、キャンプに来てくれと。しかし私の目標は、こちらじゃないんだな。ネクソン。どこにあるんだ？ここちょっとした街っぽいけど、こうじゃないの？もしかして。これっぽいな。現在多分まだね、リージョンはいないんですよね。途中からやってくる、いきなり。何？戦の始まった。いるじゃないか。おっきいるじゃないか。バレットタイム。四つを、撃って倒す。そしてデンジャー。どこにいる？姿は見えないな。奴らの位置を探せ。なんだ、馬鹿してる。どこだ？何も見えないぞ。上か。バレットタイム発動。決まった。リージョンから嫌われた。今は構わない。リージョン銀貨。リージョンの仲間になったら、この銀貨とか使えるんですかね。上の方にもいるんじゃないかな。反応はないけど。とりあえずこちらから待ってみるか。地雷には気をつける。ネルソンか。今のところ地雷はありませんね。ここから抜ける道かな。地雷がいっぱいあるの。待てるぞ、リージョン。やつやるか？さすがに遠すぎるか。当たらんな。火炎放射器をここからぶっ放してみるか。ちょっと届かん。惜しい。よし、決まってる。当たってるぞ。俺もいる。もう一丁。逃げられたか。ヒドゥン状態で当ててるんでね。ダメージ入ってそうですね。もう俺決まっていく。うら。決まった。あ、捕まってますね。これ助けられるかな。なんかここは、細工ができるんでしたっけ？どこかに電源を入れたりしてね、罠を仕掛けるみたいな。3人ぐらい捕まってる？どうだ、誓ってみようか。もう手遅れかもしれない。縄ほどく。あ、大丈夫だ。さあ逃げろ。3人助けたの。あーい、敵か。どこだ？何も見えない。あれか。助けた途端湧いたな。いや、元からいたのかもしれない。まず一体。まだいる？あれか。ADが床に突っ込んでいくが。おお、吹き飛んだ。ブーンのすごい一撃が。敵を吹き飛ばす。犬を着てる。
CD に当てないように。燃やしていく。決まった。コッパメジン完全に切られた。ヒドゥンだが大丈夫かな。いろいろ回収しましょう。ちょっと矢探ししてみますか。中にもなんかあったような気がするんだけどな。これ骸骨か。中に入るといきなり戦闘になるかもしれない。大丈夫か。盗む扱いになってますね。取るとカルマが減ってしまう。矢探しは意味ないかな。じゃあこれか。ジェネレーター、これで何かできるんでしょうね。次はこちらの超危険ゾーン行ってみるか。これ地雷じゃないの。話しないけど。バツに話しませんね。大丈夫かあれ。撃ってみるか。あ、デンジャーだ。つけるぞ、どっかに。おお、来た来た。おお、近い近い近い。こいつをひたすら撃つ。全然ようやく一体。強いなぁ。これだけ強いとなるとね、やはり、コンパニアはいた方がいいです。見張り台。特に何も見えないか、今のとこ。デンジャー、どこだ。あれ敵だった。あいつやるか。バルトタイム、危ない危ない。イリーがぶつかる。おぉ、やってくれた。すごいね。あそこは、ブラックマウンテンですかね。76でも、結構名前がありますが。あれ、敵います?月光か。ハイヤ月光。なんか建物みたいのはありますけどね。気のせいかな。とりあえず無視よ。ここを登ってみますかね。どこに出るかな。今のところ何も見えない。結構平らな場所ですね。何かいる。あー、傘取れる。いるぞ。このゲームの超やばい敵。この距離ぐらいからでもやばいかもしれない。若い傘取れるなんでね。まだ大丈夫ですけどね。でかいのがいたらもう、ほとんどアウトです。あいつがいるということは、そちらには住むなということだ。という感じでね、マップに配置されてる。まあ、うまく、そいつをね、見つからないように進むことで、一気に先の方まで行けたりするんですけどね、このゲーム。あそこに。あら、NCR か。こんなところに。ネルソンを見張っていたのか?じゃあ、これは安全っぽいね。あそこの上に行くにはどうしたらいいんだ?こっちかな?ちょっと登ってみるか。あららっと、レンジャー現れた。NCR にとってあなたは良い行いをしてくれた。いつでも駆けつける。君はここでは一人ではない。NCR は君を支援する。ありがとう。あ、ここは、ちょっとした街か。ここにもなんかありましたっけ?イベントのようなものがね。ちょっとしたまた、探偵ゲームがあるかもしれません。